はい、皆さんこんばんは。今日はどんな一日でしたか。今日はですね、私は第10選挙区支部のですね、小選挙区から立候補されてます公明党公認自民党新党第一推薦衆議院議員候補稲津久先生の、最後の遊説街頭演説に共に、歩かせて応援させていただきましたけれども、皆様にその思いが伝わったかなと、本当に、最後の最後までお願いしたいなというところでありました。今日は、午後滝川ですね、滝川で、皆様にお集まりいただいて、そして今日は石井啓一公明党代表にもお越しいただいて、そして、稲津久志先生が遊説とともに、駆け走ってくるような、そういった様子を皆さんも見ていただいたのではないかなというふうに思いますが、稲津久志先生ですね、この12日間一緒に、応援させていただいておりましたけれども、そのこの地域を思う気持ちというものは、その一寸のですね、迷いもなく、本当にこれまでいろいろと培ってきた経験と、そのやはり政治姿勢というか、こうしっかりと地域に寄り添っていろいろと考えていただく、その姿勢っていうのが本当にこれまでずっと続けられてこられたんだなということの思いとですね、まあ、そういったことがこの12日間本当に感じさせていただきました。それとやはりその稲津久先生は空知芦別市出身ということもありますので、この地域のことをやはりよく知ってらっしゃって、やはりとても思いを寄せて愛情がある部分がですね、私たちのこの地域にですね反映させていただいている、反映されている、まず一つの政治家の方なんではないかなというふうに感じる中でありました。本当に一生懸命ですね、皆様のところで握手をされて、ご訴えをされてました。そして最後のですね、街頭演説会、岩見沢駅前で今やりましたけども、本当に多くの方にお集まりいただきました。ありがとうございます。振り返るその内容といたしましてはですね、私の YouTube も連日ですね、その様子を上げさせていただいてますので、ぜひ皆さん確認いただけたらなというふうに思います。そしてこれから私はですね、今稲津久志先生の事務所に向かっているところでありますけども、ぜひ今日の12時まで、また明日は投票日でありますけれども、ぜひ皆さん多くの方を誘っていただいて、広めていただいてですね、稲津久志とぜひお書きいただきまして、また比例は自民党とお書きいただきたいというふうに思います。何としても稲津久志先生、稲津久志候補にですね、この地域を託していただきたい。そして多くの北海道の自民党候補がですね、当選し、自公政権、政権与党がですね、しっかりと安定したこれからの日本、北海道各地方をですね、しっかりと支えていただけるような、そのような形にぜひ皆様で押し上げていただきたいというふうに思っております。それでは明日の投票日、さらにその先の未来が明るい地域の方向性になりますことをお願い申し上げまして、明日も皆様のとっていい日でありますように。街頭演説会を行わせていただきます。稲津でございます。稲津久志でございます。皆さんと共に戦わなければいけない。これが滝川の街、顔、中心地、これを作っていかなければなりません。そのためにも稲津久志、ぜひこの選挙で勝たせていただいて、これらの政策実現を必ず実現してまいります。これからの政治改革の要中の要が、この
第三者機関でありますので、ご覧ください。皆さん、いかがでございます。この後、14時20分より、ご登場をお借りいただきまして、入ります。入ります。皆さん、いたし、会場の説明を行わせていただきます。ご近所の皆様には、しばらくの間、お騒がせいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。二月でございます。二月差しでございます。二月差しでございます。この場で皆様にお願いを一言だけ申し上げたく参上いたします。今日が会場の方からもありましたけれども、この津田川すばし夏頑張ると声をかけたままに、この会場にお越しいただきましてこそ、ただただ感謝の思いでいっぱいでございます。方々に知っていただいてます。こういう教育のしっかりしている美笠、その美笠を全国に発信していく、これも私の仕事だと思っています。岩見沢市民の発展の、岩見沢の発展のために全力で仕事をしてまいります。稲津でございます。稲津久志でございます。北海道比例区候補渡辺浩一よりご挨拶申し上げます。こんばんは。あ、元気があっていいですね。この元気を明日までしっかり維持してください。まず皆さんに深々と頭を下げて謝罪しなければいけないことがあります。どうか皆さん、この北海道10区のためには稲津久志は絶対に必要な人です。そしてその上に立って日本のこの政治を大混乱に陥らせないためにも稲津久志が絶対に必要なんです。石井啓一、そして稲津久志、北海道日本の未来のため、世界の平和のため、活動、絶対に活動。ありがとうございました。大変ありがとうございます。皆様、力強いご支援、応援ありがとうございます。稲津久志に何とか皆様お力を寄せください。明日の投票箱が閉まるまで、皆様の温かいご支援、稲津久志にどうかお力をお寄せください。一歩もう一押し、皆様のお力で稲津久志を国政の前へと押し上げてください。稲津久志を勝たせてください。信じてください。ありがとうございます。以上をもちまして衆議院議員候補稲津久志12日間の遊説を終了いたします。大変にありがとうございます。